ればよろしくお願いいたします。昨日からオンラインで開催されておりますアジア太平洋電気通信共同体 APT の総会において、本日午後次期事務局長選挙が実施をされます。我が国としては本選挙に総務省職員の近藤正則氏を擁立をいたしておりますけれども、現時点での対抗馬はなく唯一の候補であります。本日の総会で各国の信任を受け、同氏が当選をすることを期待いたしております。 APT はアジア太平洋地域において通信デジタル分野における人材育成や各種プロジェクトを実施する重要な国際機関であります。我が国がこの機関に指導的なポストを獲得することは、当該分野でのプレゼンスを高めるために、重要であります。引き続き APT の活動に幅広く協力してまいりたいと思います。続きまして、携帯電話料金の低廉化に向けた二大臣会合の開催についてであります。携帯電話料金については10月27日に総務省としてアクションプランを公表し、さまざまな取り組みを進めてまいりました。その結果、携帯電話事業者各社から新たな料金プランの発表がなされるなど、さまざまな選択肢が広がりつつあると、このように感じております。他方、先日も私の方から指摘させていただきましたが、同一事業者内の変更であるにもかかわらず、多くの手続きや多額の手数料が設定されるなど、事業者にとっては乗り換えのハードルを高く設定して、利用者を高い料金プランに過度に囲い込もうとする例も見受けられるわけであって、まさに改革というものは今まだ道半ばであるというふうに感じております。消費者が合理的な選択を取れることで、初めて公正な競争環境というものが成り立つわけであります。そのためには総務省のみならず、公正取引委員会、消費者庁など関係する省庁の力を結集して、障壁を一つ一つ取り除いていく努力が必要となってまいります。このため、今般公正取引委員会と消費者庁を担当する井上大臣とともに、我々閣僚が先頭に立って課題を解決していくための場を設けることといたしました。来週12月9日にその第1回会合を開催する予定であります。井上大臣とともに今後の取り組みに向けた連携体制というものをしっかりと構築してまいりたいと思います。総合通信基盤局に詳細はお尋ねをいただきたいと思います。私はの方からは今日は以上ですね。はい、はい、どうぞ。ありがとうございます。幹事社の毎日新聞の松倉です。幹事社からは冒頭のご発言に関連して1問だけお伺いします。井上大臣との2大臣会合について、消費者庁との連携については年内に新しい組織を作るという報道などもありますが、具体的に携帯料金の低減化に向けてどのようなことを実施しているのか、もう少しお伺いできますか。公取、そしてまた消費者庁と連携するということは、まず公取に関しては健全な公正な競争原理が市場に働いているかどうかというものを常にチェックしていく必要があるということ。もう一つは、先ほどから申し上げたとおり、乗り換えの時のですね、複雑な手数料だとか手続きだとか、そうしたことが果たしてその消費者の利益につながっているのかどうか、これを消費者の利益をしっかりと守っていくためには、やはり消費者庁とも連携を果たしていかなくてはならないと思います。今日まで河川状況が続く環境の中で、あそこまで高い料金プランというもの、料金サービスというものは国民は受けてきたわけですけど、こうした一つ一つの細かな仕事を通じて、さらなる低廉化に、ね、努めていきたいと、こういうふうにも思っております。はい、じゃあ各社さんお願いします。大臣、おはようございます。 NHK の山崎です。昨日ドコモが、メインブランドの新プランという形で、新しい料金プランを発表しました。まずその料金プランに対するドコモの、発表に対する受け止め、あと今後他社に対する波及への期待、合わせてお伺いできればと思います。
まあ、この料金プランというのはあくまでもそれぞれの法人事業者の経営判断に基づくものであろうかとこのように思っております。国内そしてまた国際長期戦略に基づいて、決断された料金プランということでありますけれども、実に6割強の値下げ、平成18年度段階からは 70% を超える値下げに踏み切ったわけであって、やはり公正な市場に競争を導く大きなきっかけになるということは我々も期待をいたしているところであります。まあ、サブブランドではなくてメインブランド自体をですね、に対して新しく大容量の低廉な料金プランというものを発表したものであることでありますので、やはりこれはいろいろな同業他社の皆様方も注視しているところであ るんで、まあ、それぞれの経営判断に基づいて適切に運営していただきたいとこのように思っております。日経新聞の広瀬と申します。よろしくお願いいたします。NTT による NTT ドコモの完全子会社をめぐって、昨日総務省の方で有識者会議が開かれたと思いますが、その場で光ファイバー回線設備などに対して その支配力が強まるのではないかという KDDI ソフトバンクが懸念を表明されました。大臣の受け止めと今後の進め方を教えてください。まあ、いずれにしても公正な競争、健全な、ね、公正な市場競争というもの、これを生む環境というものに我々は努めていかなくてはならないわけでありますけれども、会合におきましては互いに異なる立場から通信市場における公正競争確保の課題や必要な対応などについて議論が行われたものと承知しております。まあ、我々としては、引き続き関係事業者からのヒアリングを行って公正競争確保の観点から有識者にご議論をいただき、必要な方策等について年度内をめどに取りまとめを行っていきたいと考えております。ありますか。読売新聞の山口といいます。政治資金収支報告書のオンライン提出の関連でお伺いします。オンライン提出に関してはですね、国会議員関係政治団体については法律上で努力義務の規定があります。で、利用が低調な現状がありますが、その要因と今後の対策について大臣のご見解を伺いますでしょうか。まあ、今から我々もそれ推進に向けてね、いろいろと広報活動だとか、あとはいろいろなシステムについての説明というものを果たしていきたいと思いますけれども、まあ、今からどんどん増やしていけば私はいいんではないかなと思っております。まあ、これ地方公共団体、また選挙地方の選挙管理委員会等にも今後この働きかけを強めていって、数字パーセンテージを上げていきたいとこのように考えています。朝日新聞の井上と申します。携帯の話に戻りまして、まあ、ドコモのこの2980円というのが、まあ、かなり競争力が高いという専門家、まあ、評価が高いということもありまして、まあ、MVNO 今まあ、かなり低廉な料金でやってますけれども、ここも食われてしまうのではないかと、で将来的に対抗しうる存在がなくなってしまうのではないかという指摘もあったりします。で、その人は一方でその MVNO への乗り換えというのも、推進していくわけで、このあたりの政策のバランスというのはどうなっていくんでしょうか。まあ、その食うか食われるかって話についてはね、やはり競争社会っていうのはやはり激しい競争の中でどの業界も今頑張っておられるわけであって、MVNO の皆様もそれなりの経営努力をしていただかなくてはならないと思っております。とにかくこれは事業者が決めるんではなくて、総務省がつべこべ言うんではなくて、あくまでも利用者が判断する問題だと思うんですね。利用者がこの会社がいいと決断すればその会社に乗り換えることができるわけですから、国民から納得のいく、また安心してもらえる、そうした経営をねに努めていけば経営も安定するのではないかなと思いますよ。はい、すみません。 IWJ、インターネット報道メディア IWJ の奇跡と申します。週刊誌等で報道のあった菅総理の2014年15年の横浜市のホテルの、パーティーについてお伺いしたいんですが、報道によると菅氏の、政党支部や資金管理団体の収支報告書に記載がないということなんですけれども、パーティーの問い合わせ先になっている菅氏の事務所は、
主催は有志による実行委員会で、事務所は連絡先として、を提供して事務作業をお手伝いしただけと回答しているということですが、これについて政治資金規正法を所管する総務省の長である武田大臣にお伺いします。有志がやっていると見せかけて実質的な主催をしながら政治資金収支報告書に不記載であれば政治資金規正法違反になるんじゃないかという学者の指摘があります。パーティーの案内の問い合わせ先となっていても、事務作業の手伝いをしていてもその後別の年には同じパーティーの収支を、報告書に記載していても当事者が主催者ではないといえばそれだけで政治資金規正法には抵触しないという法律の立て付けになっているんでしょうか。また実質的な主催者であったかどうかというのは何をもって判断されているんでしょうか。総務省としてはですね、個別の調査権というのは持っていません。具体的な事実関係を承知する立場にないのでお答えは差し控えさせていただきたいと思います。個別の事案についての調査権は、個別の調査権は持っておりませんのでお答えについては差し控えさせていただきたいと思います。どうぞ。時事通信の吉本です。自治体の情報システム標準化の関係なんですけれども対象17業務についての進捗状況を教えてください。2025年までを目標にですね我々は取り組んであるんですけれどもやはり自治体の皆様方からいろいろな声が寄せられております。自治体の主張というか声というものもしっかり耳を傾けながら、令和7年度末までの移行というものを目指していきたいとこのように考えております。よろしいですか。